おはようございます。リード直樹なんですが、まあ、ウィッチ、カープでのキャンプ中継なんですけど、ウィッチなのかな？まあ、いっかなんだな。まあ、今回は、ヘララッシュ行こうか。ヘララッシュに、あって、ヘララッシュ用のパーティーを、ヘララッシュって先生あったよね。3万ぐらいの。なんで、それ耐えれる編成がいいんでいい。ソニーリューネでいいよね。もうなんか、ソニーリューネでいけば、勝てるみたいな風潮、あるんだけど、ヘララッシュ。ソニリューネ、ソニリューネと。ゴー、ソニリューネ。よし。あ、やばいかな、これ。神々の守り。一旦は。はい。こいつ、ミズバインドがあるんでね。そう、こいつ、ミズバインドがあるんでね。生かしては置けない。あ、魔力解放まで行ったそれはいいけどさ、見事に足りねえし。完璧やつきた。で、こいつアイスコフィン打ってくるよね。なんで、まあ、3秒目なら、あ。お、来た。来ました。ラッキーパターン。で、普通、通常攻撃で来て、疲れなんですか。お、いいね。で、こうかな。完璧来たー。完璧来たー。で、これ、アレクが来たらまずいんだよね。よしよし。まあ、ヘラならザコだから。まあ、ヘラザコ言うてもこいつ。先生や。やーべ。くなかったわ。全然やべくなかったわ。あ、落とすしかねえ。2ターン、ハークと、こうだな。やって。よいしょ、よいしょ。完璧じゃないっすか。今日授業がさ、辛かったんだよね。光合成。はい。んで、ここ、半分、どうしても半分以下にしたいわけですね。もうどうしても半分以下にしたい。あいつの攻撃は邪魔です。うわ、全然削れん。全然削れん。びっくりするぐらい削れん。こいつに対してはもう遠慮いらないですね、水パだったら。
燃料いらないんで、もうここを、ボコゲシ決めちゃいます。で、多分ここです。オッケー。3ターンぐらいで上がってくるから、よし。あ、やばいかもしれん、これ。じゃあ、ここ回復に専念しよう。じゃあ、ここ回復に専念しまーす。で、オッケー。こいつ使って、そう、いけるかな、いったね。え、あー、いってない。ソニリューネじゃなかった、しんどったじゃん。あぶねえ。まあ、これは言ったでしょ、でも。あれか、光が邪魔だったか。光か。そうか、それは、入れてなかった。それは計算に入れてなかった。あ、やべ。ボコゲシーシニーシ。CA にしてもないと思います。ないわ。さっきのはないわ。よしよしよし。でもこれで、これで削れるかな？削れたね。よし。まあ、信号機は明日なんで。信用機落下なんで。ででででで。どう？もういったでしょ、これは。この、うぅーい。ですね、結論。ソニリューネだったら何にも同日いける、かっこリューネがバインドされなければになるんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もまた見ていってください。さらば。